ず平将門公が北斗七星からその砲術の作用を伝授されたという伝えがありまして、妙見割烹というのは生かす方ですから、六根に全部残ってる、ここが酸っぱい。だいぶいいです。あ、うまいうまいうまい。だから横になっちゃってるから体も横になりたくなるんですよ。朝ですよ、ほらこんな感じ。勢いをパンってやったと立っちゃったりするわけですよ。この手の動きを先に作っちゃえば簡単に治るんだよ。体だけもっとうんとねじっていって、この人は立てないです。おこれは超能力でも特殊技能でも何でもありません。誰でもできるもんなんです。ある一つの法則があって、まあ、その法則に基づいてこう作法とか、まあ、所作、体の使い方ですね、自然の根本的な法則みたいなものを、まあ、伝えていただいて、まあ、それに基づいてこう施術とかいろんな方面に、まあ、応用するっていう感じのことです。私のことを見てすごいなと思ってたら絶対ダメなんです。ただこの方法ってすごいねって思ってくれればいいです。どうですか？中のセンサー、それが狂ってるだけ。上がる、上がるでしょ、上がる。え、何したんですか？行きやすいです。行きやすい、こんななっちゃうんですよ。体も精神も止めた状態で精神統一を図ると全てが壊れます。眉間が長じてる方にスルッと移動すれば全てが整っちゃうんですよ。法術っていうのは法則技術なんですよ。痛いのを治してくれって来てるんでしょうか？痛いのを弱めてくれって言ってくれてるんでしょうか？最大の目的は何なんですか、それ。